はい、どうもダラリでございます。本日は第2回村長杯の、ルーザーズ後から実況の失われたデータ、ティロナーミラー対緑の電柱さん2個のこのねリプレイデータがね無事発掘されたんでお届けしたいと思いますって言ってる間に、ティロナーさんが1勝です。ティロナーさんがこれリーチなんですよ、うん、で緑の電柱さんが取り戻してほしいかなーっていう戦い。ただこれ取りゃいいんだっていうティロナーさんが鬼暴れてた、うん、鬼いい動き、下段は失かったがでもしっかりコンボで取り返していくのが緑2個、2個は爆発力すごいからね、うん、でもこれで完全リーチです。さあどうなる。ミラはこれねダウン後マウント取ってこの3発殴るのが結構いいダメージになるから、これがなんかねこれを抜けれるか抜けれないかはが結構重要になってくるんじゃないかなって今回の戦いを見て思いました。おお、ブレイクホールドを、うん、あっさり制しましたね。素晴らしい、いい勝負だったね。いい勝負、うん、圧勝でしたね。はい、まあこんな感じで今度こそルーザーズ後から実況は最終回になると思います。第3回村長杯はちょっとねなんか、次どうするのみたいな話なんですけど、はい、やるとは思いますんでぜひご期待ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。